おはようございます。何の動画だ。おはようございます。シカト何してんの。何してんのってお疲れですって言ったじゃないですか。終わってないからまだ。いや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 、でそれなんすか。え、肘当ててんの。痛くて最近。肘も。肘痛くて。肩は知ってたけど肘痛くて。で、なんすかそれは。出たんすよね。出たんす、出たんす、最近、うん、シャツ出たんすよ最近、おいくんと向こうさんがすげえ来てる。寝巻きにいいっすね。ゆったりしてて、最高っす。舐めてる、舐めすぎじゃないこいつ快眠できます、快眠。こいつ舐めすぎじゃない快眠言わせシャツじゃねえんだよ。そういうなんか、悪徳商法じゃないんだよ。どうしたの。いや、だからその手に持ってる、肩に当ててるのはなんすかって。これまさか噂のリカバリーガンですよ。おー、え、いつ買ったんですか。これいつ買ったこれ買ったのは先々週ぐらいか。はいはいはい。に今モンタナで売ってるんですよ。うん、見ました。これで筋膜剥がしという筋膜リリースみたいな。筋膜リリースっていうんですか。筋膜めめしてめめしてつらい筋膜ね。筋膜リリースっていうなんか体ケアするやつ。はい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 。これ買って大体9000円ぐらいなんですけど。はいはいはい。買って黒白赤があって黒買いました。なるほどなるほど。で、ショーヘイズでもこれ導入してみんなにやってもらってるんですけど、まあまあよかったらモンタナでも買えるんで、なんかケアしたい人いればね、うん、買ってほしいんですけど、これいいだよ。結構じわじわくる。軽くなります。軽くというか可動域がなんか広がる感じ。あ、じゃあストレッチに近いようなマッサージですか。ここまでしかやらなくて、これやることによって少しこう伸びる。あ、なんかじわじわこうあったかくなってきて、これいいと思います、はい、やっぱ草野球人ってケアしないじゃないですか、みんな。もうちょっと腹やるなってえシックスパックじゃないんだから痩せるかもしれないや。何かこれ何のこの動画これ。これいや、なんか見たことないの。最近なんか新しいの持ってんなみたいな。そうそうそう、最近全然こういうのとかさ、うう知らぬ間に。だからほらこれガンとか。あ、ガンね、これね。そう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 。いや、これいいよ。これはやっぱもう30だし、まあそのショーヘイズ来てるメンバーもまあ大体こう30前後とかなんで、まあこれあった方がみんなこうできるしね、いいかなと思って、これをショーヘイズでも使ってもらえるように購入しました。ありがとうございます。ちなみにこれパカッと取れて、これまず1個目なんだけど、もう3個忘れましたけど、アタッチメントがあります。あ、じゃあ大きさが変えられる。そう、細いやつとか、はいはいはい、2本ニュルってなってるやつとか、2本のやつとかはこう腕とかをこうやってできたりとか、部位によって。そう、部位によってできるのが、もう3つアタッチメントが変わるのがあるんで、はいはいはい、で、これ充電式だし、これタイプ C かな。タイプ C で充電できて、ここはタイプ C ね、ここですね。で、ここで長押しして、髪こうやって、バリカンじゃねえ、バリカンみたいなってなんですけど、あとこれ、うん、あれそれこれカムイで紹介した冬用の穴シャツ、もう実は購入してて、動画出した後に実際着た感想とか見てみたいっていうコメント来たんですよ。まあそうっすね、それで紹介しないのはおかしいですからね。で、実際着てて、ちょっと見れる、裏起毛なんですよね、はいはい、触った感じやっぱ裏起毛の素材なんですよ。あー、うんうんうん、あったかい感じのね。でも実際ほら透けてない。あー、わかるわかるわかる。透けてない。はい、透けて、そう、透けてるのよ。裏肝じゃないか、太いイメージない。ありますあります。けど裏肝っていうと極暖とかヒートテックの、そうそうそう、イメージなんですけど全然違うなって、ね、うん、そう、ちょっと薄めだけどあったかいですよ。へー、ちょっと分厚めかな。袖も、袖もそうっすね。これ XL ですね、サイズは。はいはいはい。俺結構でかい方だけど、え、俺のがたいで癖でちょっとこう余裕がある。うんうん、アクティブウェアみたいな感じ、リラックスフィット。はい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 。あったかいし締め付けないし、これいいわって感じです。へえ、結構柔らかいんですか。やる、柔らかい、柔らかい、素材柔らかいよ。じゃあもう本当にアクティブウェアとか、アクティブウェアジニーとか感じの冬バージョン、冬バージョンって感じかな。はいはいはい、うん、最近いっぱい着てるんですけど、ワールドペガサスの、はい、でかいのサイズスウェットこれね、3L3L え、めっちゃかっこいい。 3L ですね、これワッペの 3L で。コメダの編集用ですか、それは。違います。違いますか。外出用です。外出用ですか。ワッペの、はい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 、セットアップがありまして、まあ別々で売ってるんですけど、実際は。ああ、売ってるのは別々ですけど、
同じ色で。で、これもね、何色、5、6色あって、で、これね、結構すごい思い入れがあるのよ。良平と、小柳スポーツさんで、会った時あるじゃないですか。はい。あの時、たまたま、ワッペの西島さんが言い出したんですよね。うんうん。ワッペのね、西島さん監修のグローブあるじゃないですか。はい。あの方がいて、その時まだ5000人ぐらい登録者が。で、大井くんと朝ペンと僕で、まあ、小柳でイベントやった時に来てくれて、その時に、翔平くん、チャンネル登録者が1万人いったら、ワッペのなんかアパレル、何か提供してあげる。それからもう、頑張って良平相方にして、頑張って頑張って、なんとか、この間1万人行って、ようやくいただきましたっていう。おー。これは頑張った証の。はいはいはい。ワッペさんからのお祝いということで、超いただきました。ロゴめちゃくちゃかっこいいな。ワッペさんです。こんな感じです。どうすか？どうすか？どうすか、りょうえさん。やっぱ黒金って合うじゃないですか。うん。うん、確かに。まあ、これが、あの時、西島さんに言ってもらった、あれから1万人達成してから、お祝いとしていただいた、ワッペの、上下のパーカーですね。上下のパーカーとセット。これ本当嬉しいですよ、マジで。本当にもうゼロから本当に何も知らない状態から始めて、なんとか周りの人にこう支えられて5000人行ってた状態で、ここからさらに1万人行ったらってこう、なんかミッションというか、僕なんかね、知ってもらってないであろう人間にそういう風に言ってくれて、これ本当にいただいたし、本当感謝してます。はい。で、これが本当に今嬉しくて、ずっと来てます。はいはいはい。寝る時も、風呂入る時も、飯食う時も、仕事行く時も来てます。風呂入る時はおかしいからね。って感じでね。って感じで本当にこれおすすめなんで、この時期冬寒い時期とか上下あると本当にいいと思うんで、別のカラーもあるんでね、こちらチェックして購入してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。なんかいろいろとね持ってたからちょっと紹介してもらいたかったんで。そうっすね、いろいろありますよ僕だって。なんか悩んでんの？僕だっている、僕だっていろいろありますよ。あともう一個あった、そういや、あれプロなんとかっす。リストガードですよね。リストガードプロなんとかっす。絶対 YP が好きです。YP 好きです、これ。YP 持ってますか、多分。これ、持ってます。いや、俺さ、最近さ、左の親指痛いのよ、ずっと。ずっと痛くて、キャッチングなんかで指やってから、もう指ずっと痛くて、バット振るのも痛いな、正直ね、今。バット振るのもなんかこう痛めるわけ。で、なんとか痛くないようになりたいなと思って、これを買ってみました。はいはい。プロって言ったら、楽天時代にその色じゃないですけど、松井和夫選手、監督か。松井和夫？お掃除棒じゃないだろ。それ、翔平ズユにめっちゃ合いそう。確かに。めちゃめちゃ合いそうっすね。まあ、そんな感じで、4つぐらいかな、最近、ゲットしたものといえば。だいぶゲットしましたね。まあ、でも、翔平さんに比べたらね。全然最近僕がゲットできてないんで。ゲットしましょう。ポケモンやってますか？最近はやってないです。もういいんじゃないですか？そうっすね。なんかあるまだ。いや、もう多分これで大丈夫なんで。大丈夫ですか？じゃあな。なるほどです。じゃあそんな感じで、はい、終わります。はい、ワールドペガサスさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ります。はい、11月のプレゼント企画、よいしょー、行きましょう行きましょう行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いや、もうそれだって伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。んで、はいはいはい、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえば、でも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そう、ロンT120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大。汚すだけ汚してって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉沢のグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。
10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。